つまり今自分はね、写真で何をやりたいと思ってるのか、写真をどう考えてるのか、それから外界をどう見ようとしてるのか。僕が写真の本質だと思ってるのはコピーですよね。複写性っていうか、ウォーホルはいろんな人の作品というか、いろんなシーンの写真をねコピーして自分の作品にもしているし、それからそのコピーのコピーをねまた作るようなね、そういうなんかこうコンセプトをね彼は持ってると思うんですよね。でそれは僕の考える写真の本質にね極めて近いと。つまり写真というのはいわゆるとてもアーティスティックななんかこう作品を作るというねことではなく、写真というのはもともと複製のものなんだというふうに僕は思ってたんで、そういう僕の気持ちにウォーホルのなんかこういろいろやってることがそのままフィットしたんですよね。街をスナップする、車を撮る、何を撮る、人を撮る、テレビを撮る、ポスターを撮る、映画のスクリーンを撮る、全部一緒っていうふうに思ってるんで、特になんかテレビのブラウン管をね撮ることにそんなに意味があるわけではなく、僕にとっては一つの視点の一つですから、写真というのは基本的には通俗的なもの、世俗的なもの、そういうものを撮ることだと僕は思ってるんで、僕は僕の興味に従って僕の肉体的な反応も含めて、それから記憶とかね、さまざまな要素を含めて撮るときは撮ってますよね。でむしろその一枚の僕の撮った写真をね、もしかして意味としてね撮られるのはむしろそれ見る人ですよね、僕は提供してるっていうの、自分の精神と肉体によってスナップしたものをねもう限りなく撮る、で何でも見てことごとく撮ってやろうという気持ちでやります。もちろん何でも見てるわけじゃないしことごとく撮ってるわけではないんだけども、気持ちはそういう気持ちで撮るんですよね。でその時につまりなんかこうある自分のコンセプトみたいなことでこう分けていかない、考えていかない、朝日カメラの何かへの旅というねこう連載で三沢に行った時に泊まってたホテルからさ写真撮りに行こうと思って一歩出たらやつがいてフラフラっていてパッパッと撮った、もうそれだけだから、自分でもブローアップしてプリントにした時にびっくりしたよね。ちょっとね、おーっとこんな顔してるんだこの犬って、うわこんなこうなんていうのなんていうかな、挑発的な挑戦的な顔してるのかと思ってびっくりしたね、でも最近はね森山の犬に飼われてるって言われてるよ、冗談でね、いやつまりプリント圧倒的に売れるからさ、そういう意味ですよ。基本的には毎日撮りたいと思ってるし必ず撮ってますね、なんかの時にちょっとコンビニに行く時でも僕持ってきますから、せっかくねカメラを持つこうなんていうの人生になったんだから、やっぱり僕の生きてる時間だけはね極力映して止めておきたいというのが僕の基本的な今の考えね、自分が持ってる時間だけとにかくギリギリまで写真撮りたいと、もうそれだけですね。